第2節がん診断の概要診断のためにはまず患者さんから症状や経過を詳しく聞きその後に基本的な指針目で見ることや触診手で触ることなどを行います熟練してくれば皮膚がんは指針で乳がんは触診でかなり診断がつきます次にレントゲン検査や血液検査を行います レンントゲン検査等の画像診断で疑わしい病変があればその部分を少し切り取って細胞の検査を行います細胞の検査を病理組織検査と言い専門の病理医が顕微鏡を除いて診断しますこの病理組織検査でがん細胞悪性腫瘍細胞が証明されれば初めて間違いなくがんであるという がん・悪性腫瘍の確定診断ができるのです。